近鉄1400系電車とは、近畿日本鉄道の保有する一般車両の一系列である、省エネルギー車として、堺地直波制御を採用した。本校では2両ユニットの1200系電車及び1200系のワンマン対応車である1201系電車、3両編成仕様の2050系電車、南大阪線系東洋の6600系電車についても記述する。 1970年代後半当時、近鉄においても、省エネルギーに優れた一般車を投入する計画が登場し、電気市直波制御を採用した3000系を、奈良線、京都線に試験投入した。しかし、3000系は製造コストが高かったため、製造コストを低く抑えつつ高速運転に適した、堺地直波制御車の開発が進められ、1981年に、 堺井寺直派制御車の1400系が大阪線に8810系が奈良線系等に投入された。1981年2月に登場した4両編成の堺井寺直派制御車両で4編成16両が製造された。大阪上本町よりから9500型からも1400型からも1400型から9500型で4両編成を組成する。電記号は f c h c 8 m 制御の三菱電気正解、自直波制御装置と回生ブレーキ及び、そもそも即ブレーキ併用電磁直通ブレーキを採用。主電動機は、直流複管整流子電動機のメガバイトマイナス 3270A を装備し、出力は百六十キロワット。歯車比は四点七二である。台車は両、滝き踏み空ブレーキ式の k d 八十八型を、 採用。パンタグラフは、下枠交差系をも1400系機数車に2機搭載。1401回では、電動発電機、圧縮機ともに空1500系機数車に設置されて、いたが、1403回以降は空1500系、空数車に圧縮機を設置した。性能面では、最高速度時速 110km を確保している。車体は、断面形状を大きく変更され、 肩部の R を小さくして、切り妻に近い断面となり、軽量化が図られた。前面も従来車とは大幅に変更して、窓上部の全小灯の周りには、ステンレスの飾り板が付けられ、通過標識等、微灯も新型のものに変更されている。1405回以降は製作当初から側面に方向膜を設置した。車内は新仕様の化粧板を採用し、座席はロングシートである。 1984年製造の1407回では空運1508にトイレを装備して製造された。2000年から2003年にかけて車体更新が行われ、1407回では各車両車内連結側の車椅子スペース整備とトイレの洋式化、真空式化及び窓封鎖も行われた。後年全編成に車体連結部の転落防止ホロ設置も行われた。 2019年4月現在、1401階から1405階が高安県尺、1407階が富吉県尺に配置されている。なお、1998年4月時点では、全編成が高安県尺に配置されていた。運用主に、大阪上本町駅青山町駅間で、快速急行から普通列車まで、 単独4両編成及び多車並結の6両から10両編成で幅広く運用されているがダイヤコンランジには青山町駅等でも運用される2018年度から名古屋線で使用されており2610系2800系改造 LC カー5800系5812回1200系1211回1212回と共通運用で 他形式の2両編成車と並結した6両編成で、近鉄名古屋駅と場駅間の急行を中心に運用されている。2017年度までは大阪線で使用されており、2610系及び2800系2817回と共通運用で、上記の高安建築所属編成による運用のほかに、快速急行や急行で、と場線と場駅に乗り入れていた。 2610系と異なり、専業列車のダイソーには起用された実績はない。車内1982年に登場した2両編成の堺寺直播車。1200系1201回から1210回として落成し、当時2両編成で名古屋線系統のローカル運用に多用されていた2250系の代替を兼ねて1983年まで20、編成20両が登場した。 1. 1名古屋よりから空前301型からも1201型で2両編成を蘇生する。電算記号は RC2019 年4月現在の配置は明常検釈。車体と車内設備は1400系に準じているが1205回以降は製作当初から側面に方向膜が設置され1983年製造の1207回以降は 内装材のデザインが変更された。1C4M 制御の三菱電気製御自直波制御装置を採用、回生ブレーキ併用電磁直通ブレーキと、そもそも即回生ブレーキを備え、主電動機は1400系の MB-3270A を 1C4M 用に、仕様変更した MB-3277AC を搭載する。終電装置は、 MC 車に2機搭載された、台車は1400系と同一設計の KD-88 であるが、1982年製の1202回から1206回の空1300型には、廃車となった2250系の KD-78A 型台車が流用されている。車体更新2000年から2003年にかけて1400系と、同内容の車体更新が行われ、 車体連結部の転落防止ホロ設置1206回以降に内装材の交換1209回1210回に車内連結側の車椅子スペース整備が行われたワンマン対応改造車体更新と並行して客室内運転席側の座席撤去及び運賃箱運賃表示器設置を中心とするワンマン運転対応改造が行われたなお ワンマン表示については、編成によって、方向幕のワンマン普通表示と、電光式、ワンマン表示機が混在している。これらワンマン対応編成は1201系に、正式系列名を変更している。2、登場時から、名古屋線を中心に運用されており、快速急行、急行の増結編成として、大阪線でも運用されていた。ワンマン対応改造後の数年間は、 名古屋線白塚駅、山田線宮町駅芝線か四小島駅間の運用が多かったが、ワンマン対応編成が増備、算された2008年代や変更以降は、名古屋線の準急、普通列車、急行の増結車運用も増加している。1984年に製造された1200系。 最終造備車の1211回1212回は車線3 8 0型からも1200で登場し、冷房化された在来型の2410系、2430系と前後正面と、車体断面が大きく異なる3形式が入り乱れた4両編成を、蘇生し、長距離運用を考慮して車線3 8 0型にトイレを装備している。 基本編成の1201回から1210回がワンマン改造により1201系に解消されているため、現在はこの4両のみが正式形式を1200系と称する。近鉄名古屋、大阪上本町よりから区2590型からも2450型から千1380型からも1200型で4両編成を蘇生する。電算記号は、 FC92FC932019 年4月現在の配置は、富吉建築、主電動機や台車、制御装置、歯車比、終電装置と補給類の配置は1201回から1210回と、同一である。1 c 4 m 編成であるため、改正ブレーキの有無を除けば、編成を組む2430系も2450型と、性能、運用面での不均衡はない。 大阪線時代登場時は、高安県車区に配属され、上本町駅青山町駅間の普通列車を、中心に、オッツ特急より、停車駅が少ない臨時列車、高速、伊勢島号に使用されることもあった。2002年に、富吉県車区に転属している。名古屋線転属後名古屋線転属後は、2610、経営、2800系改造、L。 シーカー及び5800系5812回、1400系1407回と共通運用で、多形式2両編成車と並結した6両編成で、近鉄名古屋駅と場駅間の休行を中心に運用されており、繁忙期には団体化しきり列車として、島線などの定期運用がない線区にも入線することがある。特に二千九年以降は、島線活性化の一環として、 ペンギン列車、サイクルトレインといった臨時団体列車で島線へ乗り入れる機会が多くなっている。2003年から2004年2月にかけて1400系1407回と同内容の車体更新が行われたがトイレは従来の和式で損機され室内改修と窓封鎖に止まっている。1983年に登場した3両編成の堺寺直ょ制御車両大阪 名古屋よりから空2150型からも2050、型からも2050型で3両編成を蘇生する。2編成6両が製造された。電算記号は RC-1200 系とは異なり MMC でユニットを蘇生し、主電動機と制御装置、台車、歯車比、ブレーキ方式は1400系と同一である。車体と車内設備は1200系1207回以降に、 順次た新しい車内内装材デザインを採用した。前編成製作当初から側面に方向膜を設置している。登場時は1480系や2430系などの冷房化と車体更新の関係で大阪線上本町駅青山町駅間を中心に運用されていたが、1990年から1991年に高安建築から 富吉キ検索に転属した。2012年3月20日付で、明条検索へ、所属変更された。2019年4月現在は、明条検索に配置され、主に名古屋線の準急、普通列車を中心に運用されている。2002年2200系と、同内容の車体更新が行われた。1983年に登場した二両編成の、堺寺直派制御車で、 南大阪線系統最後の釣りがかり車四百十一系および経年を迎えた六千八百系の置き換え目的で四編成八両が製作された。安倍の橋寄りから区六千七百型からも六千六百型で二両編成を蘇生する。電算記号は FT。二千十九年四月一日現在は配置検築は古市検築、車体や車内設備は 車線区の境地直播車に準じており、車内化粧板はサンドウェーブ柄、天井化粧板に木漏れ日柄を採用した。台車は MC 車に KD-90K、TC 車に KD-90A 型を採用。主電動機は 150kW の角形複管、電動機メガバイト -3287 型を装備したため、 M 台車の車輪計を 910mm と大きくしている。歯車比は6.20となっている。MG-CP は TC 車に集中設置。制御装置は日立製作所製で GTO 素子を使用した MMCHTR-10E を搭載。終電装置は PT-48 型を MC 車に2機設置。 南大阪線は長距離連続勾配区間が少ない、めため他車同様にそもそも即制度は搭載しておらず、パターンは立行と停止用改正制度のみである。2001年から2003年にかけて2050系と、同内容の車体更新が行われ、6602回以降は、車内連結側の車椅子スペース整備や、車体連結部の転落防止ホロ設置が行われた。後年、 車体更新時に設置されなかった6601階にも、車体連結部の転落防止ホロ設置が行われた。登場から現在まで、本系列や多形式並結の4両から8両編成で、幅広く運用されている。南大阪線系統全域で運用されているが、ワンマン対応改造は行われておらず、同苗寺線では運用されていない。注釈出典。 abcdefghijklmnopqrstuvwxy, 飯島藤井井上復刻版私鉄の車両13近畿日本鉄道 2, p164 から 165, ハット abcdefghijk3, 高校 3, 近鉄電車 p119abcd 井島藤井井上 復刻版私鉄の車両13近畿日本鉄道2、P20ABC3 高校3、近鉄電車 P118ABCDE 所が、久し、山部誠、日本の私鉄近新鉄に P30 か、ABCDEFGHIJ、近畿日本鉄道完全データ P56P56 P、 写真 ISBN9 兆7848億6201万 3934ABC3 高校3、近鉄電車、P229ABE 島、藤井、井上、復刻版私鉄の車両13近畿日本鉄道2、P21ABCDEF 公有車、鉄道ファン2019年8月号ボリューム59、通貫700号付録小冊子。 大手私鉄車両ファイル2019車両配置表、諸賀久し、山部誠、日本の私鉄近鉄 2P142、鉄道ファン2018年8月号購入者、大手私鉄車両ファイル2018車両配置表、鉄道ファン2017年8月号購入者、大手私鉄車両ファイル2017車両配置表、ハット ABCDEFGHIJKLM。 NOBQRSTUVWXYZAAVACADIAFAG3 高校3近鉄電車 P173ABCDE 島富士地の上復刻版私鉄の車両13近畿日本鉄道 2P88ABCD3 高校3近鉄電車 P172ABCDEFG 諸賀久し山部誠 日本の私鉄近鉄 2P45、ハット ABCE 島、藤井、井上、復刻版私鉄の車両13近畿日本鉄道2、P89ABCDE 島、藤井、井上、復刻版私鉄の車両13近畿日本鉄道2、P 1 2 P 近鉄しま線で、ペンギン列車運転交有車。 鉄道ファン R 駅アイトストップ JP2009 年12月8月日近鉄名古屋線島線でサイクルトレイン運転購有者鉄道ファン R 駅アイトストップ JP2011 年4月3日 ABCE 島藤井井上復刻版私鉄の車両13近畿日本鉄道 2P16ABCDEF 昭日久し山部誠 日本の私鉄近鉄に p 4 8 3高校3近鉄電車 P202 中華鉄道ファン2012年8月号購入車、大手私鉄車両ファイル2012車両配置表車両データバンクハット ABCDEFE 島藤井井井上復刻版私鉄の車両13近畿日本鉄道 2P176 から177 ハット ABCDEF3 高校3、近鉄検車 P199、ABCDEFGE 島、藤井、井上、復刻版私鉄の車両13近畿日本鉄道2、P109AB3 高校3、近鉄検車 P198、ABCDEFGHI、近畿日本鉄道完全データ P64、 ISBN 9長7848億6201万3934 ABC 諸外久し、山部誠、日本の私鉄近鉄に P68 三高校3近鉄電車 p 2 3 1飯島藤井井上復刻版私鉄の車両13近畿日本鉄道2 P108 近鉄1201系電車に関するカテゴリー 近鉄1200系電車に関するカテゴリー、近鉄2050系電車に関するカテゴリー、近鉄6600系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。